ウェポン級駆逐艦は、イギリス海軍駆逐艦の艦級大型、強力な後期バトル級を保管する、廉価型駆逐艦として、1943年度計画で20隻の建造が予定されたものの、第二次世界大戦の終結を受けて、大部分の建造が中止され、4隻のみが竣工した。第二次世界大戦中、イギリス海軍は、王宮から、 CR 級まで14時にわたる戦時急増艦隊を建造していた。これらは順次に装備の改正を重ねてはいたものの、特に、救急以降は基本設計をほとんど変更しないことで量産性を向上させ、112隻という大量建造を実現した。その後、戦局の安定に伴い、1942年度計画では、 新しいバトル級の建造が開始された。これは従来の戦時急増駆逐艦の設計から脱却し、療養法と広角基準を多数搭載した強力な艦隊駆逐艦であった。しかしこの結果としてコストの高騰を招き、艦隊駆逐艦をすべて同級で充足することは不可能となった。このため海軍はハイローミックス運用を採択し、同年度計画では バトル級とともに、同級を補完する、中間的駆逐艦として CH、CHCOCR 級が建造されていた。しかし、C 級を含めた、戦時急増駆逐艦は、もともと、1937年度計画の L 級の、建造コストが高かったために、戦時量産に備えて、性能をダウングレードした中間的駆逐艦を外しており、戦空や、 技術進歩を反映して装備の更新を重ねたとはいえ、1942年春の時点で既に性能的な陳腐化が指摘されていた。このことから1943年度計画で後期バトル級を補完する中間的駆逐艦としては戦時急増駆逐艦と同程度としてコストを抑制しつつ設計を刷新した艦が建造されることとなった。 これが本級である。なお本級のうち2隻は1942年度計画の第15次戦時急増艦隊として発注されたものの、キャンセルされた艦の発注を振り返って建造されている。上記の経緯より規模としては戦時急増駆逐艦と同程度が施行されたが、結局基準排水量にして約200トンの大型化となった。その大きな要因となったのが、 室室と機械室のシフト配置化である従来のイギリス駆逐艦は左右両弦のボイラーとタービンを左右に並べて配置するパラレル配置であったが1941年シフト配置を採用したアメリカ海軍のグリーブス級駆逐艦キアニーがアイスランド近海でひかみなりした際に優れた生産性を示したことを目の当たりにしてイギリス海軍でも この種のシフト配置に興味を持つようになった。当初は同年度計画の後期バトル級での採用が検討されていたものの、設計を大規模に変更することによる不確定要素を避けるために見送られ、本級での採用となったものである。J 級以降のイギリス駆逐艦は煙突を一本としてきたが、このシフト配置化に伴い、本級では、 トライバル級以前と同様に日本煙突となった。また一番煙突はラティスマストの基部と一体化しており、マック構造となっている。また機関構成そのものについても変更が加えられている。ボイラーとしては、従来は、連綿とはドミラルティ式三業型水管ボイラーが採用されてきたのに対し、本級ではアメリカ製のフォスターホイーラー式に変更された。 蒸気清浄も温度下し750度、圧力 400LBF、インニと高温高圧化が図られており、バトルアクス、ブロードソードでは圧力 430LBF、インニと、さらに高圧化された。なお手記は従来と同様に、パーソンズ式、オールギアードタービンとされたが、本級では設計ミスと更新タービンケーシングの中造不良のため、竣工直後は、 機関トラブルに悩まされることとなった。電源としては、従来の戦時急増駆逐艦では、蒸気タービン周発電機2機とディーゼル低白発電機2機、大気発電機1機を搭載していたのに対し、本級では装備の更新に伴う、電力需要増大を受けて、蒸気タービン周発電機2機とディーゼル低白発電機2機に増強した。A、D 艦に回収後の、 HMS ブロードソード1942年2月第3海軍協は同年度以降の間では新開発の4.5インチ砲を搭載することを決定していたことから当初本級でもこの砲の搭載が検討された。船体規模やコスト、開発期間の観点から4.5インチ砲を搭載する場合は Z 級や C 級で使われていた。 最大行角55度の方がと組み合わせた単装方がとなる予定であった。しかしこの場合、ハント級やブラックスワン級スループなどで採用されていた4インチ連装法と、比して一発あたりの重量は増るものの、発射速度を勘案するという有意味な差が生じないと試算されたことから、4インチ連装法3機搭載の案と4.5インチ単装法4機搭載の案が、 作成されることとなった。防空火力なども勘案した結果、最終的に後者が採択され、45口径10.2センチメートル、連装広角砲3機が搭載された。射撃式装置としては、後期バトル級と同様に、アメリカ製のマーク37砲位イ板が検討されていたものの実現せず、前期バトル級と同じく、フライプレーン標準3定機と連動した。 マーク6療養法違反が搭載された。近距離用の対空兵器としては、新開発の56口径 40mm6 連装機銃も検討されたものの実現せず、シュタグ式56口径 40mm 連装機銃2機と70口径 20mm 連装機銃2機の構成となった。また、近接防空火力強化の要請から、 あとに70口径 20mm 連装機銃は56、口径 40mm 単装機銃に換装された。対艦兵器としては、回転式の21インチ5連装魚雷発射艦2機が搭載された。また、対戦兵器としては、爆雷5発正射パターンとされたが、必要に応じて5連装魚雷発射艦1機を撤去し、爆雷10発正射パターンに増備することも、 想定されていた。ただし実際には、バトルアクス、ブロードソードでは2番砲、クロスボウ、スコーピオンでは4番砲の位置に、スキッド対戦迫撃砲2機を搭載して巡航した。また1958年から1959年に、かけて A、D 艦への回収が行われており、 前後煙突の間に新たにトラス上マストを設置し、その長部に長距離捜作用の965型レーダーの AEK-1 型アンテナを配置している。ウィキメディアコモンズには、ウェポン級駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。